今日はですね、南房総の藍の浜港の、松丸さんに岬釣りに来ました。今日月曜日なんですけど、天気が良くて凪なので14人かな、左舷だけで 1,2,3,4,5,6,7 人ですから、そうですね、14人乗ってます。好調が続く岬釣りなので、今年も楽しめるかなということで、今日はスキンヘッドの川野君が大どもで竿をセットしています。今日はですね、小型漁師グリルに B がこれ 1.5 かそんなもんかな、棚は浅いので20から深くても30前後じゃないかなと思います。コマセは編みコマセ、イシは、FL の60号ですね。定番です、イサキ釣りの。仕掛けはこれです。市販の仕掛け使ってます。こんなもんです。腹張り、チネの 1.5、 ネオからハリソは 1.5、 ニキ糸は 1.5 です。さあどうなりますか。出港しました。帝国ゴジラの今4時50分、はい、そうどうなりますか。結構なぎです。風ほとんどないですね。やっとレギュラーサイズ来ました。20センチちょいかな。棚がなんと8メーターという棚なので、めちゃくちゃ浅いです。潮が澄んでいれば、あの岸がそこから見えそうですね。いい感じでした。これから最初に釣ったのはウリ棒でした。小さいです。3点掛け来ました。3点掛けは3点掛けでも、ウリ棒サイズは3点掛けなのでちょっと悲しいです。7時10分前、ポイントを白浜沖に変えたということで、棚が25メーターと結構型のいいのが釣れるようになりました。感じなんですけど、これを5点掛けできればいいですね。川野君もバリバリ出そう出そう。川野くんが25メーターポイントの棚で大きそうなのをかけたようです。海面上がりました。ミシどうでしょう。お、3点掛けしかも大きいサイズです。大きいの3点掛けです。すごい、やりました。バラさないように抜き上げ。はい、3点掛けでした。やりました。3点掛け、船長の指示通り3点掛けやりました。すごい。7時ちょいかかりました。全然引きが違う、引き込みが違う感じで楽しめました。水深、棚は25メーター変わらずです。このサイズだといいですね。満足できる引きでした。川野くんのバケツです。もう抹茶色ですね。びっしり入っています。もう30匹ぐらい行ってる、そんな感じですね。まだ今8時ちょっと待ってるんですね。はい、どうぞ。8時10分です。30メーターの棚のところで、結構、待って3点掛けあったの、海中では3点掛けだったんですけど、途中でバレたみたいでした。肌はいいですね。いい感じでした。8時20分を回りました。私のバケツの中です。だいぶ底が見えなくなってきました。この茶色の色でピッチリ回って、多少型がいいのが増えてきました。今棚は30メーターですね。10時15分になりました。もう9時過ぎからですね、9時を過ぎた頃からちょっと当たりがなくなって、面白くない状態になってますけどね。天気はいいです。風もないし、南房総としては結構ベタなぎですね。あと1時間ぐらいあるかないか、11時ちょい過ぎぐらいに起き上がるかなという感じです。私は数は今回の先はちょっと4、5匹、リーフをリリースしてますけど、
回りました。1時間半ぶりぐらいかな、ちょっとまあレギュラーサイズ釣れました。残り時間あと1時間あるかないかって感じですね。結局ですね、午前11時20分に起き上がりで、港に戻ってもう移動したところなんですけど、数はちょっと数えてないんですけど、まあ24、5匹はいるかなと。全部イサキです。で、ウリ棒はですね、小さいウリン棒はもう、5、6匹はリリースしました。で、混じりがほとんどなくて、両型イサキこんなもんですね。これが一番大きいサイズかな。最初はウリ棒ばっかりだったんですけど、この小さい方ですね、レギュラーサイズがこれでしょうか、24、5センチあるかないか。後で数を数えてみます。もう4、5硬直しちゃってますね、これもね、まあそこそこ楽しめました。年に一度の南房の藍の浜港松丸さんでした。楽しめました。